キのクレイジーナイト。はい、というわけで改めまして皆さん、おはこんばんにちは。クレイジージョーカーことともゆきです。はい、というわけでね、今回のクレイジーナイトはですね、背景に IWGP ヘビー級チャンピオンと IWGP インターコンチネルチャンピオンのベルトをね、背景にいろいろ喋っていきたいなと思ってるんですけども、いやね、やっぱね、こうかっこいいものがね、こうかっこいいベルトとかね、そういうものがこう2つもドンドンとね、こう並んでると、背景にあると、やっぱこうね、こう花が添えられますよね。やっぱこう箔がつくというか、なんかこう豪華になりますよね。やっぱこう重厚感が出るというかね、話にもね、やっぱね、こうちょっとね、こういうかっこいいアイテムがあるだけでやっぱ大違いなもんでね、ほんとありがたいですけどもね、ほんと。まあね、この、今回はこのヘビー級とインターコンチネルのベルトをね、こう背景にいろいろ喋っていきたいなと思ってるんですけども、まあですね、つい先日、てか一日前ですね、一日前に僕が挙げた、ともゆっきー PSP AKB149 分の1実況の7、意気揚々、でですね、この僕が今まで上げてきた累計の動画の本数がですね、なんとね、50本を迎えました。イエイ。いやー、ありがたいね。こうね、もう長いもんで、ほんと50本ですよ。50本もなかなかね、こう、今までやっててね、気づかなかったですけど、とりあえずこう、そんなに本数をね、いろいろ投稿できていたっていうのでね、やっぱりこう、本当に皆さんにね、改めて、感謝の、ね、言葉と、ね、本当に敬意を表しまして、本当に、皆さん、ありがとうございます。はい。もうありがたいことにね、もう50本ですよ。早いようで、長いようで、50本のね、動画を今までいろいろ上げてきましたよ。まあ始まりはですね、ともゆっきー&オレンジ、AKB 生写真披露動画、つってね、それのともゆっきー編とオレンジ編から始まってですね、まあ生写真の提供はなく、こう投稿だけでこういろいろ、ね、こうやってて、で、オレンジのともゆっきービリビリペンとかね、あとマジックやってみたとか、あと AKB 明日から使えるギャグ講座、あー懐かしいね、これね、これね、まあいろいろまたギャグがね、思いついたらね、まあ作ろうと思えば多分作れるんですけど、まあね、いかんせん絵とかがね、すごい大変なんでまあね、そのまた時間と暇があったら、余裕があったらね、またこの明日から使える AKB ギャグ講座、まだ第1回目で止まってるんでね、いろいろ続けていきたいなと思うんですけども、そっからですね、また AKB じゃないや、失礼しました、プロレスのね、実況動画だったり、戦国バサラの実況動画だったり、あとフリースタイルラップね、あったね、これもね、1回で止まってるんですよね。っていうのも、まあフリースタイルラップってやっぱこうお互い言い合ってね、こう相手がいて、対戦相手がいて、やっぱこう面白みがあるというか、そういうラップ合戦を見て楽しむもんだと思うんで、まあ一人でやってもね、いかんせんなかなか、芸がないなと思って、まだ一回しか上げてないんですけど、まあそれを一回やって学んだっていう感じなんですけど、まあね、逆に今その対戦相手をね、その選んで、おい、誰でもいいよ、かかってこいよって言って、俺やってやるよつって言って、逆にその人のところへ行けるかって言ったら、まあ、金がないんで行けないんですよ。それにもうめんどくさいんですよ、もういちいちどっかへ行こうとかね、遠征費とかね、そういうのもすごいかったるいですからね、もう。なんで、まあ、まあ、っていうのもね、その遠征費がないっていうのも、その、僕がね、4月にね、AKB の握手会が控えてるんですよ。はい、4月広島で、やるんですけど、まあ、いくらね、その、隣の県と言っても、やっぱこう、県をね、こう、またぐとなると、だいぶ、お金もね、かかるんで、やっぱこう、移動費だったりね、こう、
何そのまあ今回の握手会2日連続なんですよ。土日をね挟ん、土日でこうやるんですけど、そのやっぱ1日挟むってなると1回1回帰ったらやっぱその分ね移動費もかかるし、まあねいろいろ大変なんで、まあ一応今んとこはねこう泊まろうかなと思ってるんですけど、やっぱその宿泊代移動代いろいろまあかかるんで、まあね少なくとも今ら辺はね、まあラップ誰か適当に知り合いで探そうかなと、もしやるとしたらね なんてねコスト削減で思ってますけどもね、まあねまたこれも機会があったらやりたいんですけど、あとねあったね、あのともゆきプレゼンツ勝手に YouTube 勝手にエンタメウィークってねいろいろやってたりね、そのエンタメウィーク中には何本開けたんだっけ、1本2本3本4本5本6本7本で、開会式と閉会式含めたら10本あげてますね。まあね、またこういうちょっと特別な行事的なね、こう、そういうのもやっていきたいなと思うんですけども。まあね、こう、あとは、ああ、そうか、AKB のね、こう、前に、うざっとソーロングのね、全国握手会の感想なんかも言ったりして、まあそのさっき言った握手会、広島の握手会でもまた、感想がいろいろあげれたらね、あげていきたいなと思うんですけどもね、一日ごとにね。まあ、それかまとめて、二日まとめていくか、どうかわかんないですけど、とりあえずまあ、感想とかいろいろ、あげれたらあげていきたいなと思うんですけど、あと、ファンタオレンジ混ぜて飲んでみたとかね。あと、ああ、グランドセフトオートで逃走中してみた。とか、ああ、で、そのグランドセフトオートの逃走中で、一回途切れたんですよね。その休業、休止みたいな。になってね、ほんとそれに関しては申し訳ないなと思うんですけども、そっから約1年か1年経ってともゆきが復活して、でそっから初めてキンプロの開封動画やったりね、 AKB149 分の1恋愛総選挙の実況やったり、まあこのクレイジーナイトっていうコーントークコーナーが始まったりですね、プロレスの実況再開したり、いろいろマジックの種明かしやったり、まあこの前だとねニュージャパンカップ2015の感想を述べたり、あとプッチンプリンをね、いろいろ黄金のプッチンプリンっていうのを食べてみたりして、いろいろね、こう、やってるうちにもう50本ですよ、早いもんで。いや、本当にね、ありがたいと思います、本当に皆さん。見てくださってる皆さん、チャンネル登録してくださってる皆さん、高評価、コメントくださってる皆さん、本当に、ありがとうございます。これからも、ね、チャンネル登録、高評価、コメント、いろいろ、お待ちしておりますんで、ぜひぜひね、よろしくお願いいたします。まあね、この50本になるまで、実際ね、49本、ともゆきの黄金のプッチンプリンを食べてみたっていうのを上げてから気づいたんですよ。上げて、その、ともゆきの次、その AKB のね、149分の1の実況7を取ろうと思った時に、あ、俺50本撮ってんだと思って、なんかその表記されてて、今49本動画を上げてますみたいな。で、俺もう50本上げたんだと思って。いや、すごい長いようでほんと短い。楽しい。まあ、ね、時には苦楽も。苦楽っていうか、時には休止 したね、時もありましたけど、まあカメラも直ってね、カメラっていうか携帯ね、携帯も直ってね、また復活して、いろんなこう、ね、こう道のりを辿って、ここの50本まで来たわけですけどもね。いやー、ほんとね、ありがたいね、ここまでね、その、続けさせてもらえるっていうのはね、まあね、どん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 、こう、AKB149 分の1、恋愛総選挙のね、実況も、どん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 進んでいったり、まあ、今んとこ予定してるのが、レッスルキングダム2、プロレスリング世界大戦っていうね、日本のプロレスゲームの、こう、実況だったりね。あと、今後やりたいの？やりたいの？やりたいのっていうか、やってみたいなって思ってるのが、まあ、ホラーゲームの実況かな。っていうのは、まあ、その、オトジャさんって、ね、ニコニコとか、YouTube とかにもね、動画上げてらっしゃる、ゲーム実況とかやってるね、オトジャさんの、サイコブレイクを見て、ああ、俺もなんか、ホラー実況とかやったらすっげえ面白そうだなと思って、ね、それを、オトジャさんのサイコブレイクを見て、あ、やりたいなと思って、
で、ちょっとホラーゲームやりたいなと思ってるんですけど、まあ、最近まあ、なんか面白いホラーゲームっつってもまあ、僕ね、残念ながらPS3 を持ってないんで、PlayStation 3持ってないんで、4とかもね、持ってないんで、まあ、2止まりなんですよ、PlayStation がね。PSP 止まりか、PSP だ、PSP 止まりなんで、まあ、とりあえずね、なんか、ホラーゲームとかね、やってみたいなと思ってます。まあ、なんか近くの、本屋に行って、見っけたのが、本屋というかゲームとかも売ってるんですけど、そこで。ね。そこの見つけたのが、サイコブレイク。あ、サイコブレイクじゃねえよ。今俺、オトジャさんの言い方でサイコブレイクって言っちゃった。ね、サイコブレイクじゃなくて、なんだったっけ？あ、思い出した。サイレントヒル。ね。なんか、サイレンか、日本のサイレンか、サイレントヒル。どっちか迷ったんですけど、な、サイレントヒル。まあ、面白そうかなと思ってね。なんか、シリーズで1、2、3、4とか、結構、なんかシリーズがあるみたいで、それもいろいろやってみるのも面白いかなと思って、まあ、そこまで値段も高くなかったしね。あとなんか、逆に、ホラーとは全然関係ないですけど、僕の夏休みとかすごい面白そうだなと思いますけどね。あれをこうグダグダやっていったりするっていうのもね、面白そうだしね。とかね、あと歌ってみたとかもやってみたいね。すごい思いつきだけど、まあ多分前の、ね、いろいろ、クレイジーナイトとかでも言ってたと思うけど、まあ、いろいろ歌ってみたとかもね、やってみたら面白いのかなとか思いますけどね。結構ね、割と歌うこと自体はすごい、嫌いじゃないし、むしろ結構好きなんで、いろいろやってみたいなとは思うんですけどね。んでね、あとは何か言うこと、あ、そろそろ思い出した。この前のね、その先ほどにも話が出ました、ともゆっきーのクレイジーナイト、ね、第5回、ニュージャパンカップ2015の感想でですね、いろいろ間違ったこともね、テンション上がりすぎちゃって、もう、うわーって盛り上がってて、興奮冷めやらぬままやったんで、結構ね、語弊とか、間違えたりね、言ったこともあったんですけど、まあ一応いろいろ、その場で訂正できることはしたんですけど、結構、その場に気づかず、一応ずっと動画しちゃって、で、その後にまたコメントじゃないや、動画のね、下にある、説明文みたいなところで一応訂正はしたんですけど、改めて、ね、獣神サンダーライガーさんと、タイガーマスク選手が、ベルトをかけて、ね、対決するのが僕両国って言ったんですよ。それはね、実は両国じゃなくて、正しくは、兵庫県の尼崎大会でですね、やるみたいで、まあ、つい、ね、テンション上がりすぎちゃって両国って言ったんですけど、正しくは、兵庫県の尼崎大会で、ね、獣神サンダーライガー選手と、タイガーマスク選手が戦うみたいです。本当に、訂正とお詫び申し上げます。本当にすいませんでした。ね、まあね、こういうとこもね、クレイジーナイト後々でね、またいろいろなんかミスがあったりね、追加情報がなんかあったらいろいろできるのもクレイジーナイトの良さであり、ね、そういう特典だと思うんですけどもね、あとね、もう一つね、これ訂正じゃなくて、その追加情報ね、そのともゆっきーのクレイジーナイトの、まあそのニュージャパンカップのまた話なんですけど、そのニュージャパンカップになんかスペシャルプレゼンター的な、最後にその優勝した選手に、まあ今回優勝したのはイブシコータ選手なんですけど、そのイブシコータ選手にトロフィー、優勝トロフィーを渡す役目を、その任されて、いろいろ実況席とかでちょこちょこ喋ってたのが、カープの前田智則選手。ね、結構なんかすごい有名な選手みたいで、結構、この前田智則選手ですって、うわーってすごい盛り上がったんですけど、僕残念ながらあんまり野球詳しくないんですよ。本当に、これは本当に前田選手にも失礼だと思うんですけど、本当に全然野球がさっぱりで、はい、もう全然わかんなかったんですよ。誰でみたいな。で、グッズ、岡田選手のサインの付きの、グッズ販売があったんですけど、そのサイン特典付きのね、それの、並んでる時に、後ろの人といろいろ喋ってたんですけど、その中で、今日前田来るらしいよって言って、多
多分その人広島じゃないのかな、結構前田って言ってファって通じるイコールね。で、だから俺前田って言った瞬間に真っ先に思い浮かんだのが前田明選手ね。新格闘王とか言ってね、言われて、アウトサイダーのね、いろいろ、社長さんだっけ？社長さんとかしててね、すごいプロレスでは有名ですけども、またこれも知らない人もいないという感じなんですけども、俺もう完全に前田明選手来ると思って、うわ、やべえと思って、うわ、生前田明見れるぞ、おいと思って、それはまたテンション上がったんですけど、ね、本日ご紹介スペシャル、プレゼンターみたいなこと言って、ご紹介いたしましょう。前田って言った瞬間に、おおって思ったら、前田智則選手ですって言って、俺だけキョットーンってなっちゃったんですよ。会場で俺、何百人、何千人もしかしたら、すごい大勢の人がいる中で、俺だけ置いてけぼりになっちゃったんですよ、もう。周りの人、うわーみたいな、中にはお帰りみたいなね。とか、ようこそ、新日本、プロレスへ、みたいなね。ボードを掲げてた人もいたりして、うわー、すげえなーと思いつつ、誰って。誰この人と思って。前田、友のり誰と思って、一人だけその会場で置いてきぼりになるって、すごいちょっと、物悲しいね。まあ、僕のね、知らない知識不足があれなんですけど、すごいちょっと悲しい経験をね、したというね、エピソードもあったんですけども。まあね、やっぱ広島ってすごいね、今、カープ女子とかね、プロレス女子とか、すごい言われてますけど、やっぱ広島ってなると、やっぱ圧倒的にカープ女子とか、カープ女子に限らずファンの人がね、やっぱ多いんですね、すごい。もう電車で僕、広島の、サンプラザホールまでバーって行ったんですけど、その途中にね、広島駅の、通るとくん、時に、多分ね、その時、よくわかんないですけど、広島カープが多分試合してたんですよ。だから、すごい広島の、球場？広島球場？っていうのかな？わかんないけど、球場の、とこにもう、みんな広島のカープのユニフォームとか、すごいタオルとか巻いて、グッズとか持った、いろんな格好した人が、球場に向かっていくんですよ。あ、すげえなーと思って、やっぱ、最近ね、何かと、アメトークだったり、いろんなテレビですごい、カープって結構ね、話題に なったりもしてますから、すごいなーと思ってね。やっぱね、人気が、勢いがある、よく取り上げられるだけはあるんだなと思ったんですけどね。本当にね、すごかったね、すごい、その時は。人がすっごい多かったですけどね。まあね、こうやっていろいろ、わわわわ喋ってるわけなんですけどもね。まあまたね、クレイジーナイトも、ね、いろいろ続けていったり、まあ50本今回迎えたっていう話題をしたんですけども、まあこの50本に限らず、100本、150本、いや200本、1000本、ね、1万本、もうどん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 動画、ね、精力的に上げていきたいなと思ってるんで、ぜひぜひ皆さんね、今後の友行に期待していただいてね、すごいいろいろ、ね、僕の動画見て、少しでも楽しんで、暇つぶしをね、していただいたらありがたいなと思います。まあね、見た際には、ぜひとも、チャンネル登録、高評価、もちろん低評価でも構いません。それも一つの意見ですからね。全然別に、低評価したからこの野郎みたいに言うわけじゃないです。それももちろんね、意見ですから、それも踏まえてね、低評価、高評価、ね、なるべく高評価の方が、ね、本音言っちゃうとありがたいですけどもね、まあぜひともね、高評価になるべく押していただけるように僕も動画作るんで、皆さんもぜひとも高評価していただいて、もし面白いと思ったらチャンネル登録、で、感想が何かあったり、意見があったり、伝えたいことがあったり、こんなことやってとか、そういうね、ことがあったり、いろいろ、何か伝えたいこと、喋りたいことがあった場合は、コメント欄にぜひとも何か書いていただければ、すごいありがたいです。その際にはね、まあ、クレイジーナイトで、読ませていただいたり、返答、ね、させていただく場合もあるんで、ぜひとも、その際には楽しみにして、ね、いただきたいなと思うんですけどもね。まあ本当に、いろいろ、ね、今後も
もう実況動画に限らず、なんかチャレンジ系の動画、もちろんそのさっき言った歌ってみただったり、まあ例えばプロレスだったり握手会のレポートだったり、もちろんこのクレイジーナイトだったり、いろんなことやっていきますんで、ぜひとも皆さん、期待してね、楽しんで盛り上がっていっちゃってください。それではそろそろお別れの時間です。本日の、クレイジーナイトは、これまでです。ご視聴いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではクレイジーナイト、そろそろお別れです。お相手はクレイジージョーカーことともゆきでした。バイバーイ。